メアリー・エルムズは、ホロコースト期間中に、車のトランクの中に隠すことで、約200人のユダヤ人の子供たちの命を救った、アイルランドの援助活動家である。2015年に、スペイン内戦と第二次世界大戦での彼女がした儀教を認識して、イスラエルに、諸国民の中の正義の人として称えられた最初で、唯一のアイルランド人となった。 コーク市内中心部のウィンスロップストリート。薬局はマクドナルドが表示されている場所にあった。メアリー・エルムズは1908年5月5日にアイルランドのコークで生まれた。父の名はエドワード・エルムズ。母の名はエリザベスで薬剤師であった。エドワード・エルムズはもともとウォーター・フォード出身で薬剤師の資格を得てからコークに移り、ウィンスロップストリートで薬局を開いて経営した。 メアリーには、ジョンという名の兄弟が一人いて、薬局を継いだ。エルムズは、コークのロッシェル学校に通い、その後1928年に、ダブリン大学トリニティカレッジに入学し、そこでフランス語とスペイン語の近代文学で優秀な成績を収めた。1935年に、成績を評価された結果、エルムズは、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの国際研究の、 奨学金を受けた。国際教養学で卒業し、スイスのジュネーブでさらに研究するための奨学金も受けた。1937年2月、自身の研究の完了後、エルムズはロンドン大学救急車ユニットに入隊し、当時の戦争で荒廃したスペインのアルメリアの小児病院に送られた。1942年、ビシー当局はユダヤ人の子供たちが 強制収容所に送られることを免除されることは法的に認められていないと発表し送ることにした。エルムズは何人かの同僚と一緒に何十人もの子供たちを安全なところに連れて行ったり国から逃げ出したりすることに助けた。危険だったのにエルムズは彼女の車のトランクに多くの子供たちを隠して安全なところへ彼らを運転した。そして文書を保護することで 微子政権での秘密の交通網を通して逃げることを可能にした。彼女は時々ペルピニアンのクエーカー宗教団体の団長と呼ばれていてもクエーカーではなかったがクエーカー組織と積極的に協力した。ありがとうございます。